どこ、この辺から言ってる。え、おかしいって。やばいやばい、普通やばい、普通やばい。え、え、ちょ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 、さっきまで調子よく走ってた。普通に走ってたのにな。どうも、こんにちは。どうも、はい、こんにちは。あれ、初対面。初対面。初対面やん。なんと今日、ミュード来てくれてます。しゃべれ。今日は言うだけ。動き気持ち悪い。ソーシャルディスタンスやから。今日ユイドンが来てくれたということで、ね、黒豆狩りやったんですけどね、一個も取れませんでした。全員でやったんやけど。やっぱ逃げるな黒豆は。黒豆狩り取れへんこととかある？掴めた。掴めんかった。掴むことすらできんかったもん。普通に500円払ったのにな。払ったのにな。よかったな。そんなあるよて。そんな逃げる言うて。あれはもうエンターテイメント代やから。まあじゃあ早速本題のねツーリングでもしていきたいかと思いますが、髪の毛邪魔。髪の毛生えてないやん。生えてるわ。生えてるわ。え、マジ久しぶりやん。マジ久しぶり。何年ぶりやろ。皆さんお久しぶりです。バイク乗るのも久しぶりじゃん。バイク乗るのはちょくちょく。あ、そうなんや。うん、あのでも乗らんすぎて一回バッテリー上がった。一回バッテリー上がりたてほやほやのバイクや。でも上がりたてほやほやで直したやろ。そうそうそう。あ、じゃあ大丈夫。直したっていうか、まあ、充電してもろて。まあまあ、なんとまだ3400キロしか走ってない。え、マジで。すごい。お、ゆいのこのバイクまだ見てないんちゃん、うん、そう、今日初対面。いいな。後でめちゃじっくり見せてあげますよ。まあまあ、このねかっこいいバイク。乗りたい乗りたい。いや無理無理。乗りたい乗りたい。免許いるか。免許、うん、大型免許。大型免許と、うん、R7 認定試験免許と。何それ、 R7 の。さすがにこのバイクはかっこよすぎて、やっぱ認定試験免許いるから。認定試験免許受けるしかないな。受けるしかなくなってるやん。大型免許はもう持っとるから。大型免許持ってるからな。認定免許が難しいっていう噂やからさ。認定免許難しいからな。まず実地試験とルックスどこがいいかっていうのをまず全部書かないとなんからな。あ、まあ、筆記なんや。 YZF-I は面接やと思ってた。勝手にほぼ満点で合格したから。人のあれやな、考え方によるよな、それ。人によってちゃうから。あ、まあそれは YZF-I が伝われば大丈夫やと思った。あ、いい、うん、え、なんかイードンのバイクあれついてない、スタンドフック。青いキノコ。うん、キノコ。あ、そう、青いキノコはタクさんがつけてくれました。翔くんね。あれ今翔くん名前変わってるから。そうやね、翔くんに名前変わって。なんで。飽きてんって。飽きてんって。翔くんな。そう、え、だから改名するって言ったん。改名する、ユイドン。改名、改名する。改名。 あ、そうそう。え、ユイドン変える名前。え、いいよ。それさ、改名するって今ファンの人たちって改名しましたって言う。うん、そう。あ、そう。え、何がいいかな。あ、改名する。何しようかな。必要性ある。いや、でも名前変わりすぎちゃう。ショー。全然ちゃうやん。どっから取ってきた。え、なんかエンターテイメントのショーらしい。あ、エンターテイメントショーのショーな、うん、なるほど、ショーなのね。ショー。じゃあしようかな。改名しようとしてる。みやびにしようか。なんやねんそれ。いや、でも名前変わりすぎちゃう。ショー。全然ちゃうやん。どっから取ってきた。みやびか、つむぎ。あ、つむぎ。つむぎめっちゃかわいいな。本当にかわいい。な、みやびか、つむぎか。全力で芸名考えてる人おるって。確かに。でもさっきさ、スパゲッティ食べたいって言ってたから、スパゲッティでいいんじゃん。いやー、絶対や。アリエッティかも、ジブリかよ。スパゲッティとかもうあれやん、あのトゥイーティーやん。何トゥイーティー。トゥイーティー、スパゲッティ好きやろ、黄色い鳥。知らねえ。トゥイーティー、ディラクマの。違う違う、それは黄色い鳥。それは黄色い鳥。でも二人解明してないもんな。してな、しようかな。したいねんな、解明。だってさ、検索してもさ、結構アリ触れてるやん。ユー、弾撮はする必要ないぐらいさ、一人しかおらんけどさ。ユーはありふれてるやん、やっぱ。うん、ありふれてる。解明したいな。え、そんなん言ったらユイドンもさ、なくない。ユイドンもな、だからない名前がいいよな。やっぱ一人しか出てこへん方がさ、わかりやすいやん。解明できないわ、自分。じゃあ、代わりに解明してスケトウダラ泡立ちそうにしようかな。ホイコーローしかわからん。言ってもない。スケトウダラ泡立ちそうにしようかなって。スケトウダラ泡立ちそうな。うん、どう。絶対最初にスケトウダラ出てくると思うけどな。あ、じゃああかんやん。最初に出てこうへんやつじゃないとあかんのか。そうだ、逆にしたらいいんじゃない。泡立ちたら。泡立
チって検索したらめっちゃ石鹸出てくると思う。じゃああかんよ。ほんまよ。じゃああかんよ。うん、難しいな名前って。やっぱ唐突にこれって出てくるものやから。唐突に出てくるものはうんこしかないやろ。まあ今日はどこ行くか知らんけど、駐車場に泊まってユイドンにこのバイクを自慢しひけらかすのが楽しみでしょうがないな。老害を晒していきたいと思うわ。歳あんま変わらんけど。え、同い年な。同い年やったらおかしいやろ。双子やん。一応兄弟設定やろ。兄弟設定設定とか言ったら違うみたいになる。半分半分の血があるから。それ兄弟って言うね。うわー、ツーリング日和やん。最高やな。すごいあったかいし、うん、なんか山全部見えるし、世界遺産に登録できそうな気がするな。何の話してんのこいつ。あ、遠くに見える山の中で一番綺麗なのってちょっと岩肌が見えてるやつじゃない。こだわり強っ。わからん、なんかさ綺麗じゃない。岩肌が見えてるやつがいいんか。じゃあ富士山はあんま綺麗やと思わんってこと、うん、富士山見たことないからさ。まだ富士山見たことない。新幹線で横通り過ぎたぐらいしか見ることなくて。そうなの。確かにすごい交差点やん。お、突入。おいれ。いや、ま、突入って見えるけどさ。おいれちゃん。確かに一瞬見たら突入やと思うな。突っていう感じではないけどな。なんか突って感じじゃないけど、なんか突入に思えてしまう。なんか突入に見える。連想させて。え、今日どこに行くかは紹介してくれない感じ。これこの人いつもそうやねんな。なんか心配やな。あ、でもあと10分で着くで。もうすぐやあ、こういう。こんなところにお店ユイドンといえばここかなっていうところを今日巡る旅となっております。巡ってくれるのね。そう、巡る。おユイドン、ユイドンプラン。おー、前のあかんわ。もうクマがおもろすぎて。もう癖強なんよな。癖強いよな。これはでもあれやで、ユイドンプランで買うから。あ、買い物なのね。そうそう、持ってきてちゃんと。いや、要はそれ売ってたな。え、でもこれあれやで、ゆうくんのママからもらった。これ俺のおかん。おかんの先生。おかんの先生。俺のおかんということはゆうどんのおかん。いや、言うたらあいつのおかんでもあるからな。義理のおかん。義理のおかんやから。おかん、おかん。大阪のやつやろ。あれ大阪しか売ってないやろ。どうせトラとかもあるんやろ。ありそう。チョイスおもろすぎ。もっと可愛いやつあったよ。この中にたくさんお菓子を詰めて誕生日プレゼントでくれて。あ、渡し方の癖。さあ、公園ある。広。公園か。遊具台。もや、遊具な。なんか今規制がすごいらしい。遊具業界の人おるやん。規制が激しい言うて。ほぼほぼ滑り台しかないんちゃう。いや、もう滑りでもそろそろ滑ることが危ないとか言い出してなくなるんちゃう。あ、やけどする。あの、もう平面になるんちゃう滑り台。滑り。わ、カラス落ちてきた。嘘やん。ラッキーやん。なんでカラス落ちてきたらラッキーやねん。で、なんかな、カラスのさ、自然に死んでる死体って高く売れんねんて。なんで？え、なんか、あ、あれやん。自然で死ぬのが珍しいから。まあ確かに。じゃああれやろ。研究所に持って行ったらさ、そう、研究所で使うん。そう、研究所持ってたら高く売れるって聞いたで。へえ、あれかと思った。来た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 。え、すごい。あいつ何してんねん。何してる？あれなんか硬いんかな。あれ起きに来るんちゃう、道路の真ん中に。タイヤの位置を確かめてんな。おお、賢い。ああ、ここや。タイヤここ。早逃げや。タイヤここでーす。まだ持ってる。まあ逃げたー。あれかと思った。普通にカラスの死骸あったらカラス寄ってこんくなるからさ、畑かなんかに吊るすんかと思った。え、でももう今それやったらあかんねんで。動物愛護保護団体が怒ってくるから。鳥の協会が怒ってくる。鳥の協会も怒ってくるんや。で、未だにこいつ動物愛護保護団体って言ってるからな。やばいで、あと6分やで。やばい、やばいな。やばい、ね、だってここの街並みのどっかにあるってことです。どっかな、探さないといけないのね。答えを知らないまま探さないといけない。すごい。絶対見つからんやん、ジジ抜きやん。え、ユイなんてさ、最後になったんて、もしかして一緒にさ、うん、除湿した以来。え、それ以来かな、もしかして。黙々ファーム行ったよな。あ、行った。あれってさ、林道入っちゃったやつやんな。そう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 。TBR が泥沼にハマってユイドンが石ぶん投げて道作ったとこやろ。そうあれ最後からね。あれ最後やったか。3年ぶりぐらいよ。あ、焼肉。そう、焼肉。あ、でも今日ここのな、熊の中にな、ユ、うん、さんから奪ったお金が入ってて、使われてたらしいからさ。お好み焼きあるやん。何でも食べれんで。やばすぎやん。お好み焼き。そんな使い放題っていうほど入ってないしな、しかも。あの山
今見てあの岩肌が見えてるあれよ、あれか。いや好みの癖よ。世界遺産やの。なんでやねん。俺世界遺産な、うん、あの岩肌見えてるタイプの山っていう遺産やから。公式じゃないで。いやじゃああかんやん。公式なんよ世界遺産って。唯一の世界遺産や。 あんたのね。じゃあ認定されたな。認定されたな、うん、あったー。パン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 です。来ました。やったー。かわいいパン屋さん。うん、わーすごいいっぱいある。なんか種類で。やったー。手作りパン工房。なんて店。手作りのパン。ランディパンライフ。あ、パンライフか。パンライフ。うん、そのまま東。そのまま東。え、ほら見て、この人が作ってんって。あごひげが。でもなんかコロッケ作って美味しそうやな。いや、パン作ってんのに。よっしゃ、行ってこよう。まあまあ、そこら辺で踊っといて。パン、なんでね、うん、だってほら、入られへんさ。いや、入れるやろ、サイズ的に。いや、あの、コロナやから、誰しか入れないし。まあ、そう言われたらしょうがないな。やばいばい。まあでも、パン屋とかそんなこと言ってる前に、まあ、このバイク見てくれよ。うん。てか、色一緒やな、やっぱり。ほら。真似したやん。真似はしないよ。え、でもちょっと違うんや。ちょっと違う。ちょっとだけ違うんや。あ、でかいな。でもフォイルの色も一緒やで。ほんまや。このさ、R25 の新しい型いいなと思ってんねんけどさ、フォイルがあのオレンジの顔変わった方のやつ。あ、そう、すごい色あるな。すごい色のやつ。ターコイズブルーみたいな。確かにある。水色でフォイルがオレンジのやつろ。そう、あれがいいなって思ってんねんな。え、買い替えようと思ってるって感じ。まだ3000しか走ってないけど。あれミラー一緒やん。うん、多分ヤマハさんみんなこのミラーじゃん。え、ちょっと短いんかな。短い。先端だけ一緒か。で、交換したら。なんで。なんで。赤混ざってるんかな。混ざってないの赤は。そう。目なんか目いっちまってますか。多分一緒じゃない。そう、これ一緒なん色。うん、一緒やろ。うわ、そうやん、全然一緒に見えへん。はぁ、かっこいいやろ。どうですか。あ、当たってるんですけど。どうですか。あの、うん、この顔はすごくいいですね。顔、あ、ね、あのこの、はい、このライン、はいはいはい、このラインがあのカマキリと同じルックスですごい可愛らしいカマキリやなと。で、ここにちゃんと眼球がついてまして。あ、そうですね、この眼球がとても可愛らしい。ここがチャームポイントかと思っております。他に痛い。うわ、他にこれもう決定始まってるな。他にはね、このやっぱりこの足回りマットのブラックが使われておる。この辺とか。あ、これね。ここがかなりあのシャープになっておりますね。やっぱシャープシャープですね、目元が。え、あ、やっぱね、ライト、これだけか。ライトはここ、これ。ウィン、あ、そっか、ここにウィンカーあるから。違うわ、ここまでのバイクになると。どうですかその辺。高いと思います。ふざけてるやんこいつ。早くパン買いに行きたくて適当に終わらせてるやんこいつ。よし、じゃあ行ってきます。あ、で、ゆいどんは検定合格した。いや、あ、合格してない。あかん。なんだと。ツイッターとかね、ちょっと動画でチラチラ映ってたけど、ニューグッズ作りました。こちらとこちらです。こちらとこちら、うん、後ろこんなミリタリージャケットで、なんかさ、ポリエステルのさ、保温剤入っててめっちゃぬくいらしい。うん、めっちゃ熱い。ペン入れる。ペンよ。ペン。そう、なんかペンとこうファスナーついてて、で、ポケットついてて、ポケットにもボタンがついてて。お前、ライダーにとっては嬉しい。うん、ここでバイクで何回か乗ったけど、結構あったかかったな。あったかいの。うん。そう、これがぬくいよね。ここ。うん。で、このファスナーはちょっと使い道がわからん。これ。わからん。何、綿入れるのか。綿入れるの。全面やな。そう、全面。果てしなく全面よ。果てしなく全面ポケット。こっちもこっちもついてる。え、なんかついてるよ。中の生地も赤い。そうだ、中の生地につながってんの、それが。おしゃれー。で、色はこの柿アンドブラック。二色展開。後ろのそのね、ペンキペッチャーのデザインとここ。ワンポイント。ワンポイント。入っております。ちなみにこちら M で、こちらが L。L やね。大きいよな。大きいよね。めっちゃ大きい。167やけど、うん、M サイズもちょっと大きい。そう、 M サイズもちょっと大きいよな。うん、ちょっと大きいかもしれない。俺だってギリ M か S でもいける。正直サイズ展開が S から XL までやねんけど、多分 XL バカでかいと思う。だって L でこれやもんな。どう、ここまであるもんな。小ぶくで切れちゃうな。結構なんか中に着込んでもいける感じなんじゃない。いい感じっていう感じのね。ちょっとこういうシャカ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 、シャカシャカ素材みたいな、ふわふわしてる。
ふふしてるよな、うん、っていうのを新たに作って絶賛発売中でございます。ぜひ皆さんゲットしてこれを着てツーリングなりカスタムなり楽しんでください。購入ちょっとなつけてさ、顔べちゃってついてんな、うん、これさ今日靴リング終わる頃にはべちゃべちゃちゃうかな。買わなくなってるかもしれへん。団子三兄弟 と、あ、アップルリング。アップルリングめっちゃ美味しそう。アップルリング初めて見た。アップルパイじゃないやね。うん、リング、あ、確かにパイじゃないな。もしかしたら普通のパン生地かもしれんってことか。そうやな、ちょっとパイかなと思っててんけどな。今や実食して調べないと。じゃあ、あったパンを買ったってことは、うん、次もパン屋さんに行きます。なんで頭おかしいやん。パン屋って2店舗連続で行くもんな。え、だってユイのおんねんで、うん、関係ある。そんなパン好き、うん、パン好きよ。パン屋2店舗も行くほど、うん、よし、じゃあ次のパン屋さんへ向かいましょう。でも次のパン屋さん、うん、うん、5分で着くから。え、近い。5分。え、おかしいってやっぱり。かかり悪い。この前もかかり悪かったって。なんかエンジン切ったら機嫌悪くない、このバイク。変な音してんの。俺、あ、え、これ何の音。うーわからん。え、え、ちょっと待って、バイクからしてんの。え、ちょっと待って、どうした。ちょっと待って、何の音あれ。セル回し、え、なんかおかしい、なんかおかしい、絶対おかしい。バイク壊れた。壊れた。壊れた。やばいやばい。回ってるな。ちょっと待ってよ。あ、ギア抜いて、ニュートラルして。え、ちょっと待って待って待って、やばいやばい。バッテリーがなんかブーってってる。ここら？え、わかんない。ちょ、え、一回シビアレンジ切って。どここの辺からいってる。え、おかしいって。やばいやばい、普通やばい、普通やばい。ええちょさっきまで長州湖走ってた。普通に走ってたのにな。ちょ、この位置にジャムや。ここなってんやろな。え、なんかリアシートのとこはなってんねんけど。あ、でもここめっちゃ振動する。え、なんでエンジンオイルチェックランプついてるわ。なんでエンジンオイルチェックランプついてんの。え、何をしたらそんななの。セル回してる。ブーって。え、普通にそう。何も漏れてないよな。でも大丈夫大丈夫。何も漏れてない。何なんすか、ブーって。バッテリー上がってるわけじゃないよな。バッテリー上がった。大丈夫。エンジンオイルが。エンジンオイルのランプ、え、それは多分エンジンかかったら消えるはずやで。じゃなかったっけ。なんなんやろ。え、やばい。エラーって出てる。エラー。うん。待て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 。絶対やばい絶対やばい。絶対やばいって。どうした。なんで。え、ほんまに。急に。え、こうやってエンジンもかからへんの。かかる、うん、あ、かからへんねや、うん、かからんとブーって言うんや、うん、一旦あれやな、ちょっとここ駐車場からどけるか。あやりちゃん、押し掛けしたらつくパターンじゃん。押し掛けしたらつくかもしれんけど、え、バッテリー上がりでもさ、ブーってならんよな。そうなんやろ。ググるか、セル押したらグーって言うって。え、翔さんに電話すんの。え、セル回したらブーって言うって調べようと思って。電話したらブーで検索するの。どうしたん、機嫌悪くなった。おい、普通にやばい普通にやばい普通にやばい。ほんまやな、変な音してるわ。あ、やっぱ電圧不足やって。セルが回らないであれば、おそらくバッテリーの電圧不足でスターターモーターが回れずググーみたいな音がしてるんだと思います。押し掛けするわ。押し掛けでいけんのかな。押し掛けしてやるぜ。二号と押し掛けできたっけ。押し掛けできる。うん、できた。できる。押し掛けしたん。したした。うん。いや、ここ絶対きついな、これ。いけー。押そう。いけー。あかんか。あかん。あかん。そこにさ、ホンダあるからさ、オーハーに助けてもらう。どこどこどこ。ここにホンダあんねん。どこどこどこ。ここパン屋の隣。お前こっちまで来たのに。さっき言えよ、マジで。絶対それやんけ、お前。こっちまで来たのに、お前。
どこにおんだあれ言った。もう一回頑張った押しがけで言うお前まあどうせでも充電しないと充電しないと多分無理だよな。どこに本当なんかあった？隣隣に本があんのかよ。発電機って書いてるから発電機書いてるって言うの遅すぎやろ